キ王子のホラー映画館、フロムビヨンド、イェイ。二軒の方はブラウザバックをよろしくお願いいたします。はい、ご機嫌いかがですか、チャッキー王子です。おはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみなさい、いってらっしゃい。はい、今日は1986年のエンパイアピクチャーズ、制作による、フロムビヨンドですね。H.P. ラブクラフト原作の、彼方よりを、原作にした、スチュワード・ゴードン、死霊の滴り監督の H.P. ラブクラフトものの2作目ですね。はい。まあ、ある研究が行われてまして、ある装置を使って、異次元とつながるっていう形の装置ですね。脳を活性化させる装置を使って、異次元とつながるっていうのが失敗しまして、まあ、こっちから見えるものは向こうから見られているということで、クリーチャーが次々と現れてですね、まあ、そのスイッチを入れている間は、もう、まあ、ラブクラフト曰くのクトゥルー神話の怪物がこっち側にやってくるというお話でございます。はい、かなりグロいですね。制作はスチュワード、ゴードンの前作の死霊の滴りと同じブライアン・ユズナで、ブライアン・ユズナはこの後映画監督としてもね、死霊の滴り2とか、ソサエティとか、まあ、結構ネクロノミカンとか作っている特殊メイクが好きな人なんですけども、バタリアン・リターンズとかね。まあこのスチュワード・ゴードンとブライアン・ユズナのコンビは、エンパイア・ピクチャーズ B 級映画会社でも突出した才能を発揮してました。はい、主演は、死霊の滴りに続く、ジェフリー・コムズですね。前回ハーバード・ウェストっていうマッドサイエントシスト役でやってたやつが、博士の助手という方で主人公で、出てきます。で、共演が前回と同じ、ヒロインですね。死霊の滴りと同じバーバラ・クレン、なんとか、ごめんなさい、忘れちゃった。ランゲンカンポやったっけな、忘れた。エロチックな感じ出してます。そして共演が、ゾンビの黒人ヒーロー役のピーターをやってたケン・フォリーでございます。今回も、見事な演技をしております。なんといっても特殊メイクの妙ですね。クリーチャーがいっぱいやってきたりとか、脳が肥大して前頭葉から触手が生えてきたりとか、最後はもう肉体が合体して、もう、おとなしい地獄絵図とかすとことかね。なかなかね、レンタルとか配信で見ることはできないんですけど、たまたま僕、海外の YouTube で発見しまして、字幕なしでまた見たんですけどもね、やっぱり傑作でした。はい、制作はエンパイアピクチャーズといえば、チャールズ・バンドですね。はい、まあ、本当に傑作ですね。なんでこれがソフト化されないのかは不思議でならないです。普通に主演俳優もええし、監督もええしね。スチュワード・ゴードンは演劇畑出身なので、本当にこういうのが得意な監督ですね。一応ミクロキッズの制作とかもしてるんですけども、普通の映画は撮らないって感じでね。この後も、H.P. ラブクラフトもののキャッスルフリークとかダゴンとかね、撮っていくんですけども、あとフォートレスとかロボジョックスって SF ものもありまして、スペーストラッカーっていうね、変わり種もあります。はい、まあ、それはまたね、後々紹介していきたいと思います。ということで、チャッキー王子でした。チャンネル登録よろしくね。